そうですね、なんかもう今日で確実に未来のエース候補は決まるレベルですから。さあ詰めていく、さあこのコーナーに詰めてからが大崎和司、ロード戦でも見せたこのラッシュ力。田辺選手はガードしながら見てますよ、冷静に見てますよ。さあまだ詰めていく、いや安定してますね小崎さん、フライ級のパンチ力じゃないですよこれ、はい、ヘビーカーチ、今肘ですね、あ出ましたね、バックティー、あ出ましたね、お互い肘狙ってますね、お互い肘狙ってますね、あー食らった、ダメよ、しゃがた目に入りましたかね、あしかしざっくりと、あーダメがいく、パワースリップ、ここは分ける、ここは分ける、タネ選手らしくなりましたね、さあすごい旅をしよう、あすごいすごい旅をしよう、あれが試合絶対負けたくない、絶対勝つという思いいく、タレもうリトルサイボーグは止まらない、止まりたくない、この気合でタレに大崎を打ち合う、ワイヤーダブルだ、レフリーも大変です、レフリー大変ですね、まさにサイボーグ、あーダウンを取りました、ダウンを取りました、4、5、6、7、ちょっと気になりますね、あーしかしここで止めた、勝ったのは大崎和司、いやまあでも倒れた後の金選手の怒涛の攻撃は感動しましたね、はい。